よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日はですよ、皆さんも好きだと思います、レバー。このレバーをめぐって Google 上で食中毒が起きてしまった、そんなニュースについて少し話していきたいと思います。まあもう皆さん遊具場知らないっていう人はいないと思うんですけど、まあ雨上がり決死隊の宮迫さんとヒカルさんが、まあ、プロデュースとして入ってやってる焼肉屋さんですけれども、この遊具場で最近 YouTuber の方が食中毒に感染した。で、原因も考えられるのが、まあ遊具場で食べたレバーぐらいしかないっていうことでプチ炎上してるわけです。4人で YouTuber さんが行ったうちの2人が食中毒になってしまって、これも診断も出て紙も出てるんで間違いないっていうことなんですけど、この遊具場で食べてる映像の中で問題だとされてるのが、店員さんがさっと焼きで食べるのがおすすめですと言いながらレバーを提供していた。これについて皆さんどう思いますか？これ率直な感想をぜひコメント欄にいただきたいんですけど、レバーをさっと焼きで食べてくださいってオペレーション、これがちょっと問題になりながら、客が悪いのか店員が悪いのか店が悪いのか、こんなようなのが議論が繰り広げられてるわけです。まあ一つ、もし若い視聴者さんがいた時のために話していきたいんですけど、このレバーの禁止っていうのは私今でも覚えてますよ。2011年2年、私が大学3年生ぐらいの時にこの牛レバーを食べて死亡者が 4,5 人出た、こんなような事件というかありまして、問題視すごいされたんですよね。で、その翌年に食品衛生法が変わって、この生食の牛レバーの提供っていうのは全面的に禁止となった、そんなような流れなんです。なんで食べていいよって言われても食べることはリスクが伴うっていうことです。食べた側に対しての罰則とか現状ないですけど、まあ、私自身生レバー大好きな身として、まあ、我慢している、そんなような状況が正直なところです。実際に当時大学3年生だった私は焼肉屋でアルバイトしてたんですよ。レバ刺し、こんなのがあったわけですよね。生レバーにごま油と塩コショウ振って食べてたわけですよ。でそれがすごい人気だったと。ですけど、この法律が変わってから、これ今もう潰れてるんで多分言っちゃって大丈夫だと思うんですけど、生でも食べられるぐらいの新鮮なレバーですけど、よく焼いて食べてください、こんなような言い方をしてお客さんに提供してた時期がありました。この法律が変わってすぐですね。で、これお客さんも聞くわけですよ。生で食べれるってこと、いや、それに関してはこちらから何も言えません、ただ生でも食べれるぐらい新鮮です、よく焼いて食べてくださいっていうようなオペレーションを当時大学生だった私は店長から言われ、そのようにやってました。まあこれが今となっては正しいか正しくないかって言われたら正しくないんでしょうけど、まあでもそれぐらい生レバーの需要っていうのは当時すごい高かったですし、ちょっと高単価の焼肉屋さん行ったらレバー生で食べれるって聞くのは当たり前のような文化だった、そんなような印象です。まあでも今はだいぶ減ってるんじゃないかなっていうふうに思います。なんですけど、いまだに私も飲食店をやってる身として、グルメインフルエンサーの集まりだったり、飲食店経営者の集まりだったり、純粋に友達同士の集まりで、あの焼肉屋さん生レバー食べれるらしいよ、そんなような話を、まあ、たまに聞くわけですよ。で、それやっぱうまいよね生レバーって話になることが多いです。なんでこういう情報が出て、私もたまに本当に食べたくなることありますけど、そういうお店どうなのかなっていうのがちょっとあります。生レバーが禁止になったんですけど、今とか例えば低温調理したやつなのか分かんないですけど、鶏の刺身とか鶏レバーとか牛じゃないもので生食って増えてますよね。私もよく焼き鳥屋でもそうじゃないところも結構見たりしてて、まあ、こういうのもカンピロバクターの恐れありますよ。なんで食べる側はリスクを伴って食べるんだってことをしっかり理解しながら食べてほしいなって思います。私一回びっくりしたのは、神戸で豚の生食が食べれるってお店行ったことあるんですけど、そこは私はあまり食べれなかったです。でもすごいことだなって思います。豚を生で食べる、そんなようなお店もあるのが事実です。話戻って牛宮城の話になるんですけど、まあ、今回はこれこれさんっていう暴露系 YouTuber がすごい暴露したことによっていろんなところに拡散されていったわけですけれども、どう思いますかね。なんか店側の落ち度としては、さっき言ったように生レバーを提供してさっと焼いて食べるのがおすすめです、これっていうのが、うん、生食を助長するような発言なんじゃないのかっていうので、まあ、そういう側の
意見の人と、あと YouTuber 側ですよね。まあ本当に表面だけ焼いて生で食べる YouTuber もなんかリスクヘッジ取れてないんじゃないのかっていう人や、生のレバーをトングでつまんで焼くわけですよ。この生レバーを触ったトングで各人に取り分ける、この行為がそもそも良くないんじゃないかっていう意見が出ていたり、いろんなところのコメント欄を見てもどっちが悪い、どっちに非があるみたいなのはやっぱ賛否両論続いてるわけです。この中で、まあ、私はやっぱ飲食店をやってる身としてこういうのが起こるリスクは最小限に抑えた方がいいなと思います。特に牛宮城みたいな影響力のある人が生食で食べるのを助長するような発言はしないように、今後オペレーション改善してた方がいいんじゃないのかなと思います。食べる側は罪にならないんで、皆さん本当になんかもしこういう生レバー何だかんだ食べれる店って行っちゃうよとか、そういうなんか情報とかどういう風に皆さんが思うかもしあれば教えていただければなと思います。そしてもし飲食店経営者でそういうのに対して意見がある方、ぜひぜひコメントいただけたら嬉しいです。今日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。これからも飲食のことだったり、私が実際経営している飲食店の経営ノウハウ、あと売上報告、こういうのをどん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 動画に上げてきますんで、この後も気になるっていう方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。